まだ行きますか。行きますね。今日は茨城県のラジオネーム毎日がエブリデイさんから、いいね、投稿する時も下校しがエブリデイ一緒だ、いいねってちょっと、まあまあ、投稿する時も下校する時も向かい風なんでそれ選んだの、響きで選んだし、なんか俺さっき向かい風って何って言ってたそうだよ、だって想像したら面白かった、だってあー雪で毎回向かってくる、分かった、何お天気だね、あら出してく、そういうところでやらしい、じゃあじゃあゆきりね言ってたよ、雑誌の人がなんか、うん、お天気お姉さんが、うん、あの脱いでナイスバディだったことが、うん、すごいいいって話違くない、なんかわかんないんだけど、全然聞けない、話なんで今褒めたのこのタイミングで、お天気の話かと思ったそうそう、それギャップだよね、そうだね、最初逆にそれじゃんもギャップじゃない、なんかなんで脱いだらすごかったらまあすごくないからそういうのがないんだけど、悪口は悪口ひどやばいよ、すごいと思ってんの、えすごいと思ってないよ思えない